フォルテ。はい、おはようございます。フォルテです。今日はまだファツオルが来て、まあ数日しか経ってないんですけど、今日はちょっとね、ショパンのバラードの1番をちょっと練習したいなと思いました。筋トレができる。で、まあなんか、気持ち程度にちょっとだけこれをこうって、もう気持ち程度ですがね。はい、気持ち程度は。はい、というわけで、今日はショパンのバラードをちょっと久しぶりにね、練習していきたいなと思います。今最近僕はラフマニノフのピアノ協奏曲の2番を、まあ中心に練習しているんですけど、まあショパンのバラードも、常にやっぱ練習しとかないと弾けなくなっちゃうので、まあ今後、また弾く機会が必ずあるだろうから、まあちょこちょこ練習していきます、また。でね、まあこの曲は一回 CD にレコーディングして、で、まあそっから、ちょっと時を経て、今です。結構時が経ちました。はい、というわけで、まあ早速練習していきましょう。ところどころ止まるかもしれませんが、お願いします。指が。
感じでしたね。ちょっとまだやっぱ、確実ではないですね。このラーソファーソー、ラーソファーソーっていうのを、まあ聞こえるように弾くのが結構難しい。ちょっとね、ちょっとまだ昔よりはハマらなくはなってるんですが、まあ、久しぶりに弾いた割には、前よりはね、現状ギリギリ維持できてたというか、現状というか、ギリギリ、まあ、演奏を維持できてたと。前はもっと弾けなくなってました。でも、毎日ピアノを弾くようになってから、たくさんの時間を。そしたらなんかね、結構指が覚えてますね、もともとが。で、また頑張って、さらにね、弾けるようになって、ちょっとまた皆さんにね、このショパンのバラード、まあ、ファッツ寄りでね、皆さんにね、またいつか聴いてもらえたらなと思っております。ね、このショパンのバラードが収められたコンフォーコっていう CD は、デビュー CD だったんですけども、そちらはもう完売してて、今そのコンフォーコのセカンドエディションっていうね、バージョンを作っておりますので、もうしばらくお待ちください。というわけでね、ここまで見てくれてありがとうございました。それでは、バイバイ！見てくれてありがとね。よければグッドも押せて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボー、マッチョ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 。